6月24日本州南岸に低迷していた梅雨前線はやがて西日本から中部関東さらに東日本一帯に停滞、絨毯爆撃さながら各地を総なめ、分けても長野県伊那地方に甚大な被害をもたらしました。暴れ天竜の支流に広がる長野県南信地方は記録的な豪雨、それは年間総雨量の3分の1に当たると言われ、このため各地に壊滅的な被害が続出しています。決壊した濁流はおびただしい流木を伴って飯田市に逆流、あっという間に全市に浸水、目抜き通りもご覧のようなありさまです。飯田線も随所で切断され、交通通信は全く麻痺状態。下平駅も無残な姿を晒しています。分けても野底川の氾濫は沿岸住民約40戸を跡形もなく押し流し、惨憺たる光景を見せています。さらに水間の爪は山津波を伴って稲谷に伸び、かつての美しい山並みは瞬時にしてその姿を変え、褐色の牙をむいて襲いかかってきたのです。今は見る影もない、これが大河原の変わり果てた惨状。部落の35戸は全壊、50人に及ぶ死者行方不明を出しました。冷たく降りしきる無情の雨の中を一つそしてまた一つ白木の棺が安置され、その数は日を追って惨害の大きさを物語っていきます。かろうじて難を逃れた人々も想像を絶する悲劇の中でひたすら救援の手を待っています。新山幽谷をもって知られる平和な秘境伊那の七谷も一夜明ければ死の谷。伊那の水害はその歴史を天禄4年に遡り、この地方の人々にはその歳月の大半が自然との戦いにあったのです。そして今日被害をより大きくしたものの一つにダムの存在が指摘されています。灌漑発電と並んで洪水の調節を目的としたダムでありながら、水量の見込み違いがかえって洪水に拍車をかける結果となり、下流の農民はまたしても予期しない災害を受けることになったのです。一方、平坦地を襲った豪雨は神奈川各地にも土砂崩れを誘発、家屋の全半壊は367戸に及んでいます。このため神奈川だけでも死者行方不明合わせて56人という痛ましい犠牲をもたらしたのです。丘陵地の多い横浜では今も22箇所200世帯が赤信号にさらされています。また六甲山系の斜面を切り開いた神戸でも41人の犠牲者を出し、そのほとんどが宅地造成による崖崩れの災害でした。丘の斜面に並ぶ見た目には快適な住宅地も一皮むけば皆無に等しい排水設備、これが惨事の原因となり、宅地造成の在り方に新たな問題を投じています。しかも近頃の宅地の乱造は
これを規制する法律がないため、そのほとんどが野放しの状態。狭い国土が招いた悲劇とはいえ、年ごとに繰り返されるあまりにも大きな教訓の代償、そこに人災といわれ、政治的災害といわれる要素があるのです。